はいどうも、アバンティーズのセレメとリコです。リコさん、はい、最近ですね、ものすごくハマっているものがあるんですよ。このいい機会にね、はい、紹介したいと思います。はい、こちらです。送風機、ここ最近の動画の中で結構登場してると思うんですよ。数ヶ月前は電動ドリルにハマっていましたけど、最近はですね、この送風機にハマっております。まあ、これね、プライベートでもね、使っていましたよね。どう使うの？まあ、こんな感じで使っております。あれおかしいな、どこやったんだろう。おかしいな、あれあれあれ、一体どこだ。こんな感じで使っているんですけどもね、今日はですね、この送風機を使った遊びをしたいと思います。どういう遊びかというと、このホースの中に液体を入れまして、片方を人間の口で加えます。で、反対側は送風機の口をつけます。これで準備完了です。で、それで同時に息を吹きまして、どっちが最初に相手の口に液体を吹けるかみたいな感じですね。勝ち目ないんじゃない？勝ち目ですか？リコー君だったらある。あ、リコー君だったら何、俺がやるの？ということで、まず最初にコーラを入れたいと思います。勝ち目がないよこれ。ぜ、いや、いけるでしょ。ポースにコーラを入れました。じゃあ早速ね、もうね、やっちゃいましょうか。うわー、マジか。じゃあリコさん、ポースを口に加えてください。それではやりたいと思います。よーい、ドン。勝者ソウケ。勝てるわけない。一瞬勝ち方だったの。いや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 、でも最終的にはさ、負けちゃったじゃん。まあ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 、コース離しちゃったじゃん。まあまあまあ、おめえ、あれよ、やっぱ。もうなんだって。あめえよ、ほんと。だって。コーラで使えるわ。勝てんのかよ、じゃあ。勝てるよ。俺はな、デスソースを使ってやる。大丈夫ですか？まあ、本気で言ってんの、それ。ね、本気で。口の中入ったらまずいじゃん。力のバカ力だって、なんだっけ。山場のバカ力だって。違う。カジバのバカ力でしょ。そう、カジバのバカ力がね、起こると思うんですよ。選手交代だ。デスソース入れましょうか。やばくないですかこれ、この色。安全考慮してちょっと、メガネかけたいと思います。似合ってる。うん、いきます。3、2、1、はい。Stop!